やってまいりました、スプラトゥーン3新シーズンということで、まずはニュースを見ていきましょう。春のね、スプリングシーズンっていうのかな、なんて言うんだろう。さあさあお立ち会い、ここはいつものニュースなんですけども、なんか新シーズンで出てくる武器、なんか新武器が増えたみたいで、前回は新しいサブと新しいスペシャルが出たんですけど、まあ、今回は新武器が出ました。はい、新シーズン開幕、フレッシュシーズン、なんか新鮮だって意味だ、新鮮なシーズンをってことだね、春だからかな。で、今この画面で映ってるこの消火器のマニューバーみたいなやつと、奥に飛んでる傘、飛んでるよね、多分空中飛んでると思うんだけど、傘、別に飛べるわけじゃないんですけど、スプラトゥーンで飛べたらすごい面白いんだけどこの傘はね、なんかめっちゃ飛ばせるらしい。パージを外縁 FF24 式張り替え傘、張り替え傘っていうくらいだから、めちゃくちゃその使えるんじゃない。わ、新着地と積み流しシートの武器出てるな。ゴニガロとバリアブルローラー、エクスプロッシャーにもついたし、モップリンにも、モップリン微妙あ、まあビーコン強いか。まだ出たね、スクイックリン。ショグワンダーなの、スクイックリン、めっちゃかっこいいじゃん。めっちゃかっこいいじゃん、ショグワンダーのスクイックリン。リッターが10位がついて、ビーコン、あ、強いな、リッター、リッター強いや。これクイボーはつかなかったですね。で、ノーチラスとケルビンか。へぇー、ノーチラスはじゃあウルトラ着地か。なるほど、まあやっていき、頑張っていきましょう。カジキ空港、カジキ、これ新しい新ステージだ。カジキやりたいな。そう、あ、そう、クマさん紹介もね、ドンピコ闘技場、かわいい、なんかクッパ城みたいな、マリオカートで出てくるクッパ城みたいな、なんか見た目なんですけど、ドンピコ闘技場もできるみたいなので、え、こちらも5時からだっけな、確か5時から開催だった気がする。なので今日は、空港ですね、空港やっていこうかなと思います。カジキ空港レギュラーバトル、バンカラマッチにも、出てるし、 X マッチでもカジキ空港が出ております。やっていきたいですね。辻子ジャンクション、とりあえず17時までは辻子みたいなので、まあまあまあ追ってやりましょうか。あとで新武器買ってこよう、よろしく、新シーズンよろしく。あ、パワーが出ちゃった、恥ずかしい恥ずかしい2万位らしい。え、アサリやってる人少ないね、アサリが一番上だ。ちょっとはず、全部フィンセントでやったんですよ今回。腕前最初結果6までしか上がんなかったね。あー、 S からにされた、最悪だ、最悪や。ボックスもらえた、これ開けてないやつかな。ちょこちょこもらっていこう、ミステリーボックス。なんか今更欲しいものなんてないよな。な。あー、チケットが多いよな。そうだよな。おい、新シーズンのカタログゲット。6月1日までなんだ。だ、5月末まで新シーズンなんですか。武器地ライセンスもいただきました。新武器。新武器行こう。新武器を買いましょう。あ、いっぱいある。てか、チケットめちゃくちゃあるぞ、俺。長い武器地の話をまた聞かなきゃいけないのか。そういえば、八景島シーパラダイスに武器地くんがいたよ。なんかコラボしてたらしくて、武器地の、なんか、等身大パネルみたいなのがありまして、写真撮りました。武器地くんいました。でも誰も多分武器地に目を留めてないと思う。せっかくスプラとコラボしてた。おい、買っていく。おい、このスクイック嬉しいな。これ嬉しいね、スクイックリンベータで、新武器のグレートバリア付きの傘とゴニガロのデコ、今強い武器ですね。で、モップリン、モップリンもまあまあビーコンが付いたからいいでしょう。カスタムも、え、だからビーコン増えたな、こう考えると。ガエンはなんかトラップとメガホンっていう、火力は射程もあるけど感じですな。以上買いましょう、全部。ウルシュついたんだ、ケルビン、強えな。あとはスコープ全部買って、これで、ノーティルスも買えば、
違う、エクスプロッシャーもいるんだ。そうだ、ウルトラ着地の2つ、ここね、ここウルトラ着地なんで。で、まあ、せっかくだし、ガエン FF の強みを見ていこう。まず、射程なんだけど、ここは高いとこだから、下に合わせよう。届くかな？ここ届くんだ。結構長いぞ。ほら。プライムシューターぐらい、もうちょいなんか塗りが伸びてる気がするな。すごい。すごい長い。で、何角？1、2、3、4角なんだ。で、これにすると、わかんねえや。三角かな。20、あ、でも25ダメージだ。うん、25ダメージが連射力が上がってる。連射早い。めっちゃ塗れるぞ。え、めっちゃ塗れるよ。塗り強いぞ。思ったよりも塗り強いぞ。射程の長いケルビンって感じ。射程の長いケルビン。でもデュアルスイーパーと比べると、ジャンプできないから、ジャンプキャンセルができないから、まあ、デュアルと使う人が分かれそうだね。で、サブスペシャルを見ると、って感じ。まあ、でも、ガエンは、マニューバ系統でも、まあ、そこそこ戦えそうな感じしますね。ガエン。サブスペはちょっとね、弱いというか、はい。こんな感じです。ガエンは、まあ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 、塗りいるし、キルも取れそうな武器ですね。射程もあるし。で、もう一個追加されたのが、スクイックリンじゃなくて、どれだ？なんだっけ？傘だ、傘、傘。新武器の傘どれだ？もう全部持ってるって出てるからわからんな。傘で検索しよう。これか！24式張り替え傘、これだ。めっちゃすぐ出るよ、これ。20ダメージ。20ダメージ。普通の攻撃は90出ますね。へぇー。すぐ出る。90ダメージを出した後にさ、発射したら倒せるよ。で、スペシャルがバリア出し強いんだ。この傘おもろいな。すぐ出る傘だな。で、ついていけんの、こうやって。あ、面白い、面白い。面白い。ちょっと傘も使っていこう。この、今日はこの新武器を使って戦っていきたいと思います。そしたら、試し打ちをやめて。で、縄張りバトルの方に行きましょうか。やばい、新シーズン楽しい。記念写真撮るの忘れた。まあいいでしょう。みんなね、最初の新シーズン新シーズン新武器使うって言うじゃん。でも違うよ。俺はね、寝てた。実は開幕当初ずっと寝てまして、二度寝して三度寝ぐらいして、気づいたらお昼になってました。なので、あれです。ごめんなさい。全然やれなかった。みんな多分もう違う武器持ってるでしょ。なんとなくレーザーつけてきた。カジキバトルしたいな。カジキ空港でバトル。カジキバトルと呼んでしまったけど。射程がむずいな。ギリギリ届くんだ、ここ。この射程なんかどこぐらいなんだろうな。なんか感覚で言うと、プライムシューターよりちょっと長いぐらいなイメージが。かゆいとこ届きますよぐらいの射程だね。96ガロンぐらいか。それをスライドでできる。まあ、ケルビンと同じか。考えると。ガエン。あ、もうみんな武器変えてますね。新武器から変えてます。ガエンは3人。傘は人気がないです。せっかくだし塗りましょう。ほら、塗れるでしょ、意外と。ただ、インクがすぐなくなっちゃうね。あ。あぶね、落ちた。こんにちは、パブロ君。一生懸命塗ってるね。こんにちは。レーザーをしていきたいな。あっちにも岩塩がいる。オッケー、一人倒した。二人倒した。オッケー、オッケー、オッケー。後ろナイス倒してくれた。ここにいるのか。オッケー、一人倒したぞ。いい感じ、いい感じ。岩塩射程長くて楽しいね。
お、行く？行きはしない。あ、帰ったね、敵。トラップ仕掛けときましょうか。これやれるか。あ、やれる。お、やれた、やれた。ナイス、頑張れ、頑張れ。ごめん、非戦に狙われちゃったけども。この子倒せると思う。ナイス。いいね。カバーしに行くよ。あれ？死んだ？縦長い。あ、強い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 。やられた、誰か。お、射程長くて強いな、これ。強い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 。強いぞ。強いぞ、これもう塗りたくろ。射程投げ。検査もらってたので。一瞬。オッケー、倒した。え、長い長い長い。強い、この武器。長いよ、射程。連射もできる。俺、これ、岩塩使いになっちゃおっかな。岩塩使いに。岩塩使いになっちゃおっかな。ほらほらほら、倒せる。ほらほらほら。ピンチついてる、ピンチついてる。飛べ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 。相手センサーついたぜ。ただ、ボムが少ないんだよな、あいつ。こういない？いないか。オッケー、倒した。ごめん、倒したけど、センサーだけついたね。味方はそんなに、俺が来るまで粘ってくれるだけでいいぞ。大丈夫、焦るな。俺が来るまで粘ってくれるだけでいい。負けた、やべえ、当たらなかった当たらなかった。ナイス、キル、カバー。ナイスカバー。飛ぶしかねえな、もう。オッケーオッケーオッケー。トルネを止めた、トルネを止めたけど、どうだ。よし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 、塗り残してるべ。よしよしよし、勝った勝った。危ねえ。最後のデス焦った。ただ射程長いな、思ったよりも届くな。面白かった、ありがとうございます。外援2人か、そう考えると俺と味方の子が外援だったので。ただカジキ空港はまだできなかったですね。よしよしよし、ギアを変えるか。リンク結構すぐなくなるな。もうなんか塗り線でもいいから。ごめん、間違えた。キレオの手つけちゃった。いいね、岩塩。岩塩いいね。塗りめっちゃ早いぞ、ほら。で、インク効率つけてるから、一回のインクでこんなに塗れちゃうのよ、僕の。塗り強いぞ。イエーイ。ほら。素晴らしい。イエーイ。イエーイ、ほら。イエーイ。イエーイ。あ、もうこんなに濡れてる。素晴らしいわ。ただちょっと高いところの当てるの難しいのと、うなちゃんのエイムがちょっと悪いという時があるから。そこだけ。射程長いとエイムも難しい。お、来た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 。カジキ空港来たよ。カジキ来ました。うわ、どうしよう。ちょっとよくわかんないから塗っていいかな。ちょっとよくわかんないステージなので、先ほどの感じでちょっと塗りたいと思います。あー、でも細かいとこ塗るの大変かも。はーい。まあまあまあ、結構塗れる。おっと、相手に行きたいのか。これすごいな、このステージ。ファンがあるね、ファンが。リッター見てるんだよ。これ戻れないの？あ、やばい、戻れない。どうしよう、助けて。あ、ファンが。ああ、ファンが。あ、ここ登れるんだ、一応。お、倒したよ。ファンで倒したんだよ、これ。ファンのインクで倒したんだよ、今。そういう時ありますよね。ファンで倒したみたい。あ、リッター倒してくれた。でかい。ここも塗れるんだ。へぇ。
やばい、敵来てるな。レーザーをかましていくか。下がない、下がない。ちょっと待って、上登れないんだけど、どうしようこれ。ここステージがようわからん。オッケー、倒した倒した。あっ、傘に守られた、つえー、傘に守られたぜ今。相手綺麗に塗っとるな。このステージなんか昔のアンチョビットゲームズを思い出すぐらいファンが邪魔ですね。ちょっとね、未だにわかんないですけど。リッターそこか。リッターすごいな、エムが。やべ、行き過ぎた。行き過ぎた、ごめん。ちょっと今ね、死んだと思った。右下に降りちゃった瞬間、死んだと思った。すぐ帰れればよかった。もう戻れないのかな。やった、トラップで倒した。戻れないんだよな。チャージャーまで届かないなと。うわー、バリアー、どうしよっかな。あ、やべ、やらかした。痛い、倒したらなんか来た、痛い。トーピードだ。あっちの子はいっぱい塗ってるけど、俺らは汚いから、なんかどっかで差をつけないと勝てないな、縄張り的には。ちょっと今暇な時間をこう、俺の塗りインクで、強い塗りでスペシャル貯めつつ、OK、レーザー。いや、当たってないか。その子倒したい。あー、ごめん、やられちゃった。倒せなかったか、粘れなかったか。ちょっとカジキ空港初めてすぎてね、難しかったですね。惜しい惜しい。ワンチャン勝ったと思ったけど、最後キルが取れてればですね、仕留めきれなかった。いや、でもこれあれだな、カジキ空港のそのファンの部分と、行ける場所と行けない場所ちゃんと確認しとかないと、強ポジを確認しとかないと難しいです。あ、カタログレベル上がった。やった。むず、この上の部分をどう当てるかだよな。ここの上の部分な。ちょっとなんかさ、取られるよ、このインクが。倒そうとすると、スライドすると、この上の倒せないのが厳しいよね、このマニューバ系統ってね。一応ジャンプ打ちもできるけど、一応ね。よし、あ、傘使うの忘れてた。カジキやりたいな。やからか、カジキちょっと楽しいのにな。食ワンダーのステークリーない味方にいるね。ちょっと右側だけ塗ろっか。イエーイ、綺麗に塗れそう。ほら、綺麗に塗れそう。すごい気持ちいい、すごい気持ちいい、これ塗るの。イエーイ。やっぱ BGM 変わってる、もしかして。当たんね、ごめん、あぶね、あと一発、ごめん、ごめん、やられちゃって、あと一発惜しかったな。ちょうどなんかあれば、クイボー一発でも小石一発でも倒せた。周り塗っときた。あ、なんだ、塗られてる、危な、狙われるな、これスライドした後。あー、無理だ。ちょっとボトルの方が長いかもしれない。
マジで、あ、惜しい。これはもう勢いで行くしかないかも。味方のカバーしたいけど無理だよね。そうだよね。オッケーオッケー、倒した。いやー、届いてるけど、やれないか。ナイス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 。飛んできてる、どういう、それカーボンで。カーボンで。やっちゃった。この射程の子を倒したいんだけど。あ、ダメだ。倒そうとしたらなんかカーボンに当たっちゃった。手前からだったか。むずいね。蹂躙されてるカーボン。手前倒したい。手前3発あった。ナイスナイス。うおー、トラップ。メガホンレーザー当たっちゃったよ。これは普通に行った方がいい。で、俺スペシャルたまらないから、ここでみんなでキルすれば、みんながスペシャルとかでキルすれば。危なっ。ここいるべ。言えた。あー、当たんなかった。倒せそう、倒せそう。あー、ごめん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 。勝った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 。オッケーオッケー、ナイス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 。抑えられた、よかった。誰かね、敵陣地抜けた。誰かわかんないけど、抑えてる間に抜けてた。ちょっとキル取るの難しくなってきたね、射程が長くて。誰だろう、抜けたの。モミジかな。存在しなかったもんな、こっち側に。見てないからな。多分もみじが抜けた。オッケーオッケー。次は武器変えましょうか。傘の存在を忘れていたので、傘を張り替えましょう。張り替え式傘。これ何のギアがいいんだろうね。どう、まあ、とりあえずスペシャル使いたいけど、イカ速度でいいかな。あ、バンカラもあるよ。バンカラエリアもあるよ。X マッチまだ、あ、そっか、できないのか、俺。バンカラもあるな。バンカラにするか。こっちにしよう。あ、でもいきなり、傘使っていきなりはいかんかもしれん。まあ、いっか。まあ、ダメージをこう与えとくだけでも使えるし。あ、インクすぐなくなる可能性がある。発射。早いな、この。早いな。スピード。俺より全然早い、足より。一速のがいいかな。めっちゃ速いぞ。スピード。守れない、自分を。ただ、発射するだけ。で、スペシャルの、あれを食べればいいのか。お、傘です。よろしくお願いします。仲間に、あの、兄貴の傘がいる。傘の兄貴がいるぞ。よろしくお願いします。サブは、あれだね。これだね。ごめん、ガエルにやられた。傘、ビニール傘だからすぐ死んだ。味方頑張れ。ごめん、俺すぐ死んだ。傘で突っ込むことはできないかもしれない。ガエルに。こうやってね、特にこう覚えていくんですよ。え、傘ない。え、なんだ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 、後ろにやられたか。わ、救い食いなのか。頑張れ頑張れ。これ系打開だね。今までフィンセント使ってやってたからさ。うわー、これあれだって、ガエンじゃなかった、スクイクだった。新武器のスクイクだ、職場のやつだよ。楽しそうだよな、職場のスクイク。いや、俺やられてるだけなのに味方が頑張ってる。
ちょっと待って、マジで敵にやられてる。ここいます、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 います、います、います。潜伏しとるで。やばい、潜伏に。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。なんかよくわかんないけど、味方強い。ここ塗っとくか。すごい、なんか、傘張り付いてるよ。ファンのとこに。すごいぞ、ここ。この人すごい、なんか。危ない、危ない、危ない。いや、当たんねえ。しかも俺の傘守れないからすぐいなくなっちゃう。ナイス、ナイス、攻撃倒した。初めてのキル。ナイス、ナイス、ナイス、攻撃倒した、倒した。スペシャルはここで使います。勝ったべ、発射。あはははは、やった。味方強い。何もしてないや。何もしてない傘で。なんか傘飛ばしてスペシャル貯めるのもありかもね。全然貯まらなかったんで。スペシャル増加をつけて、バリアをいっぱい吐くのもありだけど、それをやるなら、バカバでもできるんだよな。バカバとやることが変わんなくなっちゃうんだよ。まあ、前で戦えるから、まあ、ホットブラスターより濡れるし、傘飛ばせるみたいな感覚でいいのかな。ねえ、射程的でもそうですよね。いや、ナイス、味方がもうね、何か全てを刺して倒してくれた。イカ速度速いのでも楽しいけど、ね、これはこれでいいです。岩塩多かったな。難しいんかな、やっぱ強かったけどな、俺。戦ってて。強かったけどね。強いな、キャンピングシェルターでこんな倒せるの。で、新武器リッターでしょ、これ。あと何だろう。何が来ればいいか。岩塩来れば新武器祭りだ。でも、一応あれがいるのか。キャンプは違うか。まあ、これで倒すのがベストか。すぐ復活するから、ポン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 打ち放しちゃっていいと思うんだよ、これ。これ、これで40と、そう、この40ダメと、俺のこの反射を使えば、いける。あ、タラポートなんだ。しかも今、海外の方多いですね。この時間はそうだよな。俺がなんか寝坊しちゃったせいで、遅れちゃったけど、多分ずっとやってんだろうな。よろしくお願いします。もうなんか2勝3勝ついてる人いますね。羨ましいですね。あ、傘割れたんだけど、一瞬割れたんだけど。俺倒したけど、そこいるね。うわー、倒せなかった。ごめん、ちょっと当ててたんやけどな。傘開いて突っ込めばよかったのか。まだ俺は傘になりきれてないな。これを飛ばしまくる。まだ傘をなりきれてない。うわ、これはパージ軍団だ。パージ軍団いった、怖いね。オッケーオッケー、守る。うん、オッケーオッケーオッケー。オッケー、倒した、倒した。あー、インクなくなった。すまん、倒せたのに。今手前の子、残念。惜しかったな。一人だけ持ってきたのはでかかったけど、やばい、打開になっちゃう、これ。おーおーおー、狙われてるな。危ない。怖っ。あ、ついちゃった。なんかスペシャルはたまりそうだけど。オッケー、倒した。ナイス、カバー。今の90ダメなんですか。
すみません。いや、ロング90なのだったらごめん。ナイス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 。ぬる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 、オッケーオッケーオッケー。あ、後ろ来てるわ。まあ、そうよな、今背中向けちゃったもん。早く後ろの子倒してあげてやりたいんだけど、いかんせん傘がちょっと難しくて、今までのフィンセントとは違う、今までのフィンセントとはまたちょっと違う。ナイス。あ、壊された。うわー、うわー、当たんなかったカズごめん、むずいチキショーチキショー、むずいぜ。いやでも俺ら頑張ってる、中山しっかりしている。ここいるな、カニちゃん、スペシャルをたまんないと。下がったね。オッケー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 。ここでシールドをしっかり、シールドスペシャルをしっかり使って、オッケーオッケー。このスペシャル当たれ当たった。これ近くでな、倒せればな。すごいな、あの子一人で行ってあげればよかったから。うわー怖い、ずっと流しとくか。危ない、当たっちゃうかこれ、ごめんね。何もできなかった、せめて潜伏だったな。守ってあげたいけど囲まれそう囲まれるよな。ごめん、何もできない俺たち。高いな。でちょっと傘でね、やっぱフィンセント使ってた分難しいです、ね。あお、あゆみちかごめん。こんなにサブと傘とメインを当てて倒した。結構いろいろ全部使っていかないと倒せない。やること多いから楽しいかもしれない。もう一回ギアを変えてチャレンジをしよう。ありがとうございました。ブラスターきついよな。ね、何割バトルじゃなくてエリアの壁裏倒せるからな。やられすぎたか。ちょっとギアを変えます。武器は変えません、ギアだけ変えて。バリアは回せそうだね。バリアをつけてヒルも取れそうなやつがいいな。サブも使いたいな。加速こんないらない。あとメインか、メイン効率系つけたいな。上はもうこれでいいかな。なんかメインとサブがついてるギア欲しいな。作る、ここにメインを3つつける、ありだな。なんかそれっぽいギアあったら欲しいけどないよね。こっちにもないかな。ここにサブいっぱいつけるとか、軍鎮馬、軍鎮派軍鎮派、変な名前。とりあえずこれでいこっか。はい、もうこれで倒すしかないな、このこれでむずいな。こうだな3点コンボ当てないと。3点コンボもしくは2点コンボ、これだな。オッケーオッケー、みんなオッケー。この2点コンボ3点コンボ攻撃を当てたい。
ちょっと外縁も楽しかったけど、外縁はなんか普通に戦えたけど、この傘はまだちょっと難しい。これもいけるようにしたいですね。あ、待って、猫ちゃん来た。ドラちゃん見えない、これ見えない、見えないよ。オッケー、倒した。3点祭りしたい。ああ倒せなかったのこれ、マジか。今こそ3点コンボだったわ、残念。今こそ3点コンボだった。これ投げてから打つ方が早い。落ちてった、痛い。あ、強い。ここのバリア、ここまで来たら強いね。もしきり、倒すといった。楕円の子そこいるな。オッケーオッケー、倒した倒した。いや待って、ちょ待って、何これ。オッケーオッケーオッケー。まさギルエスの俺死んだぜ。今マジか、エリア取れなかったんだけど今ので。あの傘に全てを出し抜かれた。あーあーあああ、傘じゃねえ、あの着地倒せなかった。ドライブワイパーのあれ着地ですか。なんか一人持ってかれちゃった、なんか残念。負けた、悲しく負けた。今ちょうどマイクのとこに猫ちゃんが来て何か訴えている。目は合ってない。どうしたの、何見てんの、怖い。何を見てるの。みんないなくなっちゃった。解散だ。あのね、誰かがいなくなるとね、これマッチング遅くなるんですよね。なんでだろう。よし、とりあえず傘は楽しいことが分かった。この3点コンボインクもなくなるから、こっちからよりさ、こっちの方が早いんだよね。ほら、こっちの方が早いんですよ。ただこっちなんかダメージがあんま出ない。むずいな、この2点コンボやってきたら。よろしくお願いします、マッチングしましょう。よろしくお願いします。あ、前線が新武器だ、あっちもだ。なんかローラーがおるで、行こう。3点コンボする前はちょっと塗ってた方がいいかも。意外とあの傘だるそうだよ。うわうわ、なんか後ろにいます。あ、またオールダウンしちゃった、やばい。日向翔陽起きてる、最強の鳥がいる。わあ、当たんなかった。わあ、めっちゃやられてるじゃん。どうしよう。いない。ここのラインきつい。水落ちたぞ、なんか。降り倒した。これ無視して。待って、後ろ。後ろ、あー前からなんか手酔いが来てた、くそ。リッターか、新しいリッター、そんな至近距離で倒せるんだ、強いな。あ、みんなやられてく、いかれちゃった。
なんだこれ、打開できんな、エリア。X ムンチとまた別だね、チャレンジャー。最初の抑えから打開ができますみたい。ありがとうございます。むじいな。キルは取れるようになってきたから、あと勝てれば。最初の試合だけだね、あと。カジキ。カジキでしか勝てないんだ、俺は。多分。カジキだけ。えい、バトルナンバーワン。あ。昇格戦まで結構まだまだ程遠いですね。最初の S はな、なんか混沌としてるからな。あ、マイナス不採用追っちゃうよ、このまま行くと。マイナスからのスタートになっちゃう。しょうがない。3点コンボなー、もっと、もっと多分使ってたら上手くなるんだろうな。これ、キル速度速いから。これはいいと思うんだ、これは。当てんのむずい。これ当てんのむずいね。よろしくお願いします。パラポートショッピングパーク、なんかこっちが多いね。前線がこれだけだとちょっと火力不足で、俺がちょっと倒すの苦手だから今傘で。寿司が来てくれるのありがたい。もう一人ぐらい欲しいけど、これ2枚の多いね。なんかこれ増えたもんの進撃が。増えたもん。危なっ。あ、レーザーで死ぬ。オッケー、相手取ったけど頑張った。ソロ。いや、ここでね、後衛が倒してくれると助かるんだけど、まあ、予想思い通りにはいかない。ダメだ、傘開けなかった、ごめん。今ね、傘開けなかったです。そっか、ウルトラ弱視持ってんのか、これ。いや、新しいスペシャル、ちょっとまだ分かってないな。今の着地狙いだったのか。お !2 点コンボできた、今。オッケーオッケーオッケー、傘で頑張って、傘で頑張ってる。マジできつい。マジできつい。うわー、レーザーやだな。2点コンボできたのはでかい。あ、後ろいたのか、マジか。これ必死に潜伏してたのか、こうずっと気づかなかったな。潜伏マンだ、潜伏マン。潜伏マンは困るぜ。いないもん。オッケーオッケー。あー、ごめん。めっちゃ割られんの早かった、俺の3点コンボより。あ、でもこれジャンプしてどんどん行くしかないので、ジャンプして戦闘しに行くしかないです。あ、取られた。あー、やられた。取られてやられた。織田信長強え、織田信長。武将の人。訴えるから怖いけど。あー、傘が。ナイス。入ってくるの、これバリアできえな。ちくしょう、倒せなかった。ここの必戦のこの山のとこが強い。山のとこが、ナイス。もうちょい頑張れ。
時間がまた負けちゃった。むずい。もう一人前欲しいな。編成のなんか相性もありそう。あの強いよ。新武器ウルドラ着地なのか、あのノージアスだから詰めて倒しても飛んでくるのか大変だね。あの新武器がいっぱい、やだ、バトルナンバーワンだ嬉しい。新武器出たおかげであれよな、光栄増えたじゃん。なんかエクスプロッシャー、チャージャー、あ、みんないなくなっちゃった。俺以外みんないなくなっちゃった。捨てられちゃったよ。俺頑張ったのに、頑張ったのにな。そう、エクスプロッシャーでこれ全部し、あれ新武器じゃない、あ、新武器で出た武器なんじゃない。リッターがさ増えたんだよ、ビーコンの。強いよリッターカスタム。なんかスプラ1みたいになっちゃった。ちょっとこの環境はいいくない。あのリッターを倒せるウルトラショットも増える気がする。うん、そんな気がする。よろしくお願いします。環境の変化だなこれ。変わったな環境が。あれ、こっちにしかいない。今度ドリンクいなくなったね。そういえばドリンク編成いなくなった。え、ボム当たっちゃった。ごめん、今当たってたか。ごめんねみんな、みんなごめんね。すぐ死んじゃった。猫ちゃん頑張れ。あー、猫ちゃん届かんか。あれ、ウルシュなんだよな、気をつけないと。来た、危ない、消えた。ここどうしよう。届かない、バケツ届かない。うわうわ、もう撲滅されボロボロにされてる。倒したよ。3点コンボの2点で。割られた。え、傘開いてて死ぬんだけど、もうすぐは壊されるってことなのかな。この傘結構ビニールだから。あ、いっちゃった。もうダメだ。勝てん。勝てんぞ、みんな傘。勝てない。なんか最初のデスが。でかかったな。で、カジキやらしてくれよ、カジキ。全然カジキできないんだけど。カジキで唯一勝ってるから。で、このリザルト見るのが怖い。戦い勝率結果みたいな見るの怖い。なんか、負け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 って書かれてそう。ちょっとこれ足引っ張っちゃったな。あ、やばい、借金が増える。俺の借金が増える。待ってて。あ、でもよかった。ゼロキルもいた。よかった。うわぁ、おカジキだけ勝ってる。お、チームを引っ張って勝つ力がないから、この武器で。トントンって感じだね。このエリア得意なはずなのに。難しいですね。いやー、ダメージがあんま入らないな。むずいな、やっぱ。まあ、傘飛ばしてってのがいいのかな。攻めに行かないで。ちょっと立ち回り変えてみよっか。傘を飛ばしてみよっか。いっぱい。なんでタラポートばっかなの？どうして？うわ、前線いない。終わった。うわ、5人いる。うわ、終わった。やばい、また負けちゃう。やばい、これ俺倒す、や、塗ってたら勝てないぞこれ。無理、もう一人いるからな。OK、倒した。ナイス。
おいい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 塗ってたら勝てないと思ったけどキル取ってくれてる、キル抜きねしてくれてる。強い強い強い、これ強いぞ。この当たった、やったー、いいねこれ。よっしゃー、近づくな、俺らに近づくな。うわーごめん、ここいるここいる、ありがとう、ありがとう。エリア取られちゃう、ごめん、バリアブルが死んだからか、切ってるとか分かんない、状況が読めない、状況が読めない。バリアナイス、ここになんかいるね、音好きなんだけど、これ前からあるよね、同じ傘の考え方なんだ。やばい、ナイス、ありがとう、ナイスナイスカバー。インクが飛んできた、うまい、バリア頑張れ、うまい、バリアブル、うまいぞ。フライ、あー、強い、それ強い、もう散らず強い、やっぱりこの武器強い、やっぱりあの武器強い、これスクイクだね、ナイス、あぶね、危険な人たち、うわ抜かれた、長者ってスクイクこんな長い、これバリア溜めてたのにな、バリア溜めてたので死んじゃった。あかん、あかん、濡れないこれ、濡れない俺ら俺ら濡れない、くそー、惜しかったな、なんか可能性を感じた。ノーチラスの射程に打ち勝てないので、もっと前で戦わなきゃいけないか、ちょっと下がっちゃったな、今もうちょい前いないといけなかったな。なんかスペシャルをうまく使いこなせないな、あとむずいな、あやばい、そうだ借金だ、これ借金だちょっと待ってみた、ごめん、初めてかも、スプラ人生マイナスに行くのスプラ人生マイナス初めてだ、こっからやエスから上げないといけないのか、これまた酷だぞ、 S で借金なんてなかなかないぞ、そんくらい苦戦してますね。うわあ、うわあ、お腹すいた、起きてすぐやってるからお腹すいた、頑張ろう、どうしたの、どうしたの、邪魔しないでね、邪魔はしないでね邪魔だけはして、よし、偉い、正面3枚ちょっとあるけど、え、ピンク出ない、ごめんありがとう倒せない、全然当たんなかったな、悲しいな、わあ。スペシャル貯めてちょっと待ってて、あそこでバリア使わしたぞ、
もいない？あれ終わった？あれ終わった？なんと一方的なんだ、なんと一方的なんだ。ねえもうこれあれだ、戦力差だ、すべてすべてのチームの戦力者だもうそうだ、最初のさ、実際リアルな話するとさ、本当の話するとさ、 S プラスでさ、上手い人もさ、多分チャレンジをやらない人っているじゃん、 X マッチって。で S プラス10にならないと、あの X マッチでイゴラ上の人太郎が S に落とされちゃうのよ、なんでか知んないけど、まあ、システム上ね。で多分上手い人とでずっと頑張って頑張って S に上げて、今日から今回から S だーって人たちもいるじゃん。その差が広いんだよね、その歩幅、なんて言うんだろう、広いのよ、上手さのその戦力差のパワーが広い分、なんかその組み合わせによってはちょっとね良くないみたいな、その差が生まれすぎて一方的だから打開がないじゃん、お互いのバトルに。これリアルな話すると、そうなんですよ、チームが明らかに強いとこがある。俺はもしかしたら強い人たちとしか戦っていなかった説がある。幅が。あ、来たカジキ。やっと来たよ。これやらないと終われなかったからね。やっとできるよ。やっと来た。やっと来たわ。待ってました。カジキマグロを。僕は。いるな、こっからでも飛ばしとけばいいか。うわー、パンが落ちてきた。1枚は持ってったけど、その後逃げ切れなかった。バリアがたまんなかった、思ったより。このスペシャル意外とたまらん。身落ちか。ねえマジで傘開いてるのに死ぬことあるんだけどさ、これなんでなんだ、ラグなのかな、海外勢だったらラグなのかな。よし、ナイスとか。でも本当にそう、この感覚あー、エイチか、あ、リッターか、えらいな、リッターしっかり取ってきて、弾を取ってきた、しっかり。まずい。どうするこれ。うわぁ。うわぁ、弾け。はじけ、当ててる、頼む、ありがとう、倒した。あー、そっち行けるのね。俺チャージだった。うわー、ごめん、ごめん。お、ナイスリード、チャージやったの偉いでしょ。あそこ行けちゃうのすごいな。右にいるね、なんか。OK、倒した。倒せないか。ごめん。無理だ。どうしよう。これどうしよう。やだ。潜らして。許して。何これ、スプリンクラーやだ。いったな。これ敵だ。あー、やっぱそうだよね、落としたもんな、今帝王の。まずい、リードされた。ナイス、今立体いないぜ。食らったらいいから、見に行こう。一回エリア取ろう。あ、見えないから、俺。
え、みんな死んだ。終わったか。あ、守れなかった。ごめん。惜しい。カジキ惜しい。楽しい。カジキ楽しい。ふぅ。むずいね。いや、このチーム強かったんやけどな。あっちも強かったな。惜しかったですね。そろそろでも傘やめないって声が聞こえてきそう。火炎使わないって。結局俺は火炎を使っていなかった。火炎 FF。消火器ってさ、英語でなんて言うの？ファイヤー、ファイヤーフォース、ファイヤー消火ってどういう意味なんだ。あ、みんないなくなっちゃった。消えました、みんな。なんて言うんだろうね、ファイヤーなんたらだな、多分それの FF なのかな。残念、惜しかったですね。意外と思ったよりもリッターが大活躍してるな。パブロとジムが活躍できなかった。相手のリッターに押さられた。やっぱリッター大変だね。俺もリッター使いになりたいな。今さら、今からリッターマンになろうか。遅いか、もう遅いか。AO以下いいな、リッターの。本当に羨ましい。あ、やっぱブリンク来た。いけるぞ、これは。しかもカジキだ。なんかここに来てカジキがたくさん。カジキ。中敷き。相手からすると。やばい。オッケーオッケー、ナイス。ナイス。中敷き。あ、そんなとこ行けるんだ。右にいるで。ナイス。強っ。なんだあれ、ウルトラ着地や。あれが噂のウルトラ着地や。オッケー、味方挟んでる。うまい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 。なんかよくわかんないから飛ばす。そこおる。死ぬこれ俺。あっ、あ、下何もなかった。何もなかった、下ごめん。なんもなかったわ。大した。当たってない。ナイス。ありがとう。Thank you。なんか右から来そうじゃない？ほら。ほら。バリアです。バリアです。水落ちたんじゃねこれ。あ、いるいるいる。倒した倒した。あー、割れた。1秒、1秒。惜しい惜しい。エリアで死んだ俺悪い、もしかして。惜しい。ここにとりあえず当てといて。怖い。マジでうまい。ほら、あー、ごめん、なんか入ってきた。すまん。
バリアブルローラーが入ってきちゃった。一人倒せたが、これエリア取れなかったのちょっと厳しいぞ。危ないぞ、やばいぞ。残り1秒だったのにな。取れてた、止めた、ごめん止めたけど、あと一人、あ、惜しい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 、めっちゃ惜しい、めっちゃ惜しい。相手頑張ってた。また待って、また借金か待って待って、やめてくれよ。借金ばっか、新シーズン入っていきなり借金なんで、俺はなんかやだよ。新シーズン入っていきなり借金なんてさ、まだいける、まだいける、まだいける、危ない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 。よかったよかった、分かった、危なかった。入れ濡れねえな。むずいな、フィンセントの方が叩きやすいな。これなんで今俺傘使ってんの、外縁じゃなくて。外縁使えばいいじゃんね。なんで俺今傘使ってんだろう。はい、ちょっとね今気になってんのはリッターとスクイクなんだよね。またちょっと気になってるんですよね。さあ頑張りましょう、よろしくお願いします。これた、やったら、ご飯食べる。なんかめっちゃやってんじゃん。一日で。一回で。おい!これやばいぞ。スペシャルが、ドリンク2枚いるのに、前線俺しかいないという。あ、でも一気攻めるか。事実。え!あー、なくなってた傘が出なかった。このファンなんかちょっと嫌だな。あー、味方やられた、味方やられた。さあドリンクを待ちましょう。頑張れ、あはは、カバーされた。クソ、全然当たらなかった傘、悔しいが、これが俺のエイム。プレイヤーにやられた。ドリンクマンだからな。あ、ナイスキル。無理だこれ、突破できないこの子。後ろ来てるよ。いや無理だ、これ倒しに行けない。手前塗ることしかできない。ナイス、いい線。うわー、なんだこのバリア、くっそ。ナイス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 、なんだこのバリア。オッケー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 、耐えてる耐えてる、俺たち耐えてる。うまいぞ、ドリンクちょうだい。ナイス、登ってくるなこれ多分。すーごい、マリアをどこで使うかだよこれ。着地欲しいね。あ、取るね、やばいって、取るね、やばいって。あ、やばい、借金が増える。あ、俺の借金をどう返済していいのか分かんない。うわー、こんな勝てないことあるのか。うわー、猫が今来たからおまけで3回ぐらいうわーって言ってる。くそー、傘はダメだ、借金が増える。普通の傘とはまた別やもんな。何もできなかった。あ、でも100で返済できたよ、みんな。ただ次やるとき借金になるわ。これ。
1回勝った方が10 ちょっと以後精進します。ありがとうございました。